はい、始まりました給与明細チャンネルです。今回は製造業正社員12年目の方の給与明細書をいただきました。この方の基本給が156,675 円となっています。で、このなんかよくわからん給与明細なんですけど、156,675 円のうち年齢給が86,000 円で、役職手当が76,675 円で、職務手当が11,486 円となっています。で、次に控除が雇用保険、健康保険、厚生年金、所得税、親睦会費引かれています。で、総支給が168,161 円で、控除の合計が27,554 円で146,007 円となっています。この方、勤務年数そうですね12年なんですけどね。で、年収が200万円で、ボーナスが年間で15万円となっています。あれらしいです。会社の景気が悪くて昨年は1ヶ月分しかもらえてないそうです。で、仕事内容なんですけど、成形されたプラスチック同士を溶着機にセットして溶着を行うことで、仕事に必要な資格やスキルが成形品を持った感覚で変形などが分かることや、溶着時の音の変化について気づくようになるのに経験が必要だそうです。で、月の勤務時間や残業時間ですが、8時10分から4時55分までの 7.75 時間で、基本は残業ないそうです。ちょっとあれっすよね、12年目で年収200万っていうのは結構辛いっすよね。高卒の新卒で入っても30歳、まあ大卒だったら30超えてますし、かなり、まあ、スキルとか資格とかが必要ないとはいえかなりひどい給与明細だと思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。